皆さんこんにちは。今日から7月5日、まあ足もだいぶ良くなってね、なんてそんなことはないです。もうあのじいちゃんが出してくれた杖じゃないんだけど、一眼なんかレフ用三脚じゃなくて一脚っていうのがあって、あのカメラを撮る時の三脚じゃなくて一脚、その一脚をなんか杖代わりにして今ちょっとトイレ行く時とか横になってて、いきなり歩くともうめっちゃ激痛で歩けない状態でいますね。もうあえてヒゲも剃ってない、あえてねあえてヒゲは剃ってない状態です。すいません。ちょっと今からじゃあと母が車取りに行ったんで、今から皮膚科行ってきます。どうなんだろう、入院とかしたくないけど、なんか調べると結構すぐ治りそうにないような感じがするな。2、3週間ぐらいかかんのかな。やだな。まあ変ななんか旅館とかホテルの予約とか取ろうと思ってたんだけど、取らなくてよかった。あ、行けます。マスクか、あー、それか。関節の周りが流血してる。なるほど。うん、なんで信号待ちほら青い。あ、オッケー。やな。はい、皮膚科に行ってきました。無事にというか、血液検査を教えてもらって、ちょっと資料はもらえなかったんですけど、思った以上にその菌のその強さはあまり強くないっていうことで、入院はしなくて大丈夫ですと言われました。で、除胞してるその抗生物質で治ると思いますっていうことで、でもなんか足の状況は結構治りにくいらしくて、まあ1週間ぐらいかかるから1週間後にまた来てくださいって言われました。まあ入院しなくてよかったなって思いますけど、まあこの状況の生活、まあ、仕事に行けないので、まあずっと家にいるので、まあなんかいろいろ考えて、まあ、休める時間と、まあ、考える時間がちょうどできたのかなって思います。いや、健康が一番ですね。特にそのパティシエっていう仕事は結構五体満足な大事なんで、足とか手とか、あとまあ考える力とか、その時の判断能力とかって結構問われるんで、その中の一部がどっか欠けてたらなかなかうまくいかずに、一人だったらいいんですけど、結局誰かに迷惑かけたりとか、チームの中の誰か仲間を迷惑かけたりとかするんで、なかなかもうそれやったらおらん方がええっていう自分の判断もあるんでね、余計歩くと治りが遅くなったりもするんで、まあ、いい休暇が取れたと。やった。シートベルト。はい。なんて？まあ、血液検査を教えてもらって、でそんなに悪くはないって言われた。え、大丈夫？何やった？落としてるね。急に出てきた。あれびっくりしたって。今ちょっとなんか倒れたことない？後ろ水が倒れた。背中
たかった、まあ、入院はしなくていいって言われた。ああそう、うん、でデータの紙もらった。ああなんかもらえなかった。え、なんかちゃんとしたやつはなんか、うん、ま、なんか何やろ、医療センターかなんか別のところにあって、うん、手元にあるのはなんか印刷のものだから、うん、ちょっとこれは渡せないんですって言われて、うん、で、まあ1週間後ぐらいかかるんでまた来週、うん、あの来て見させてくださいって言ってた。また来週、うん、でもう足やから結構時間かかるらしいから、うん、だからまあ1週間したら治るとは思いますけど、うん、と言われて、それまではもう本当安静にしといてって、歩けば歩くほど悪くなっていくから、うん、で背中とか全部見てもらったの？背中？なんで背中？体のブツブツとかもついでに。アトピー？うん。はあ、別にいいや。うん。でお薬をもうちょっと続けましょうって。お薬？抗生物質？うん。続けましょうとか1週間。分、うん、まあ、追加っていうかその今週分しか出しなかったから、うん、来週の月曜日分までは出しますって言われて、うんうん、で来週月曜日もう一回行くんやな。そう、医療保険、あ、入ってるね、うん、そっからお金出るやん。あ、まあ出る、え、ただなん、じゃあただじゃないけど、1日ただじゃないやろ。いや、それはどんな保険に入っとんか知らんけど、うん、1日入院したらいくらって出るやろ。まあ出るやろな。またその手続きするのめんどくさいし、ね、めんどくさいけど、そのためにかけとんやからな。だから、ね、小さい字用で読まないから、小さい字に大事なこと入院1日いくらって書いてるけど、ただし1週間入院したらねって書いてあったりするよ。ああ入院しなくてよかった。え、なんて保育料 1日1万円もらえます。保育料、はい、なんだ保育料って。え、お宅の子供さんの保育料です。送迎付きですから。恐ろしい親だな、こういうのを。なんていうかしてる、あんな感謝こそしてな。え、感謝してるよ、ね、あ、もう、いやいや、そんな1万円どころかもう3万ぐらい払いますわって言って。普通やろ。そうな、じゃあ普通じゃないんやな、そういうことよ。わかったか。え、普通じゃないってことやろ。オタクやろ。いや、そういう風に育てたんが、あなたですから。いや、18歳過ぎたらもう。いや、関係ない。監督、死ぬまでが親やからね。え、死ぬまで親やから。いや、そのうちで、親の面倒見ないかんからな。頼ます。すぐ、もう施設に掘り込んでやるから。返信不要で、貼り付いて、貼っといてあげるから、返信不要。おんぼしてな。もう、一人で歩きよってもこけるんやから、おんぼしてな。もう杖どころじゃないで。なんなん車椅子あれやん、なんかよくあるやん、立ってなんかブイーンって動くやつ。立ってブイーンって動くやつ、うん、なんて言うんだっけな、なんか立った状態で。セグウェイのこと。え、セグウェイ、セグウェイ、そうそう、セグウェイ、あれ乗ったで。セグウェイ乗ったことある？ない。乗ってから言え。あれやったら便利やじゃん。余計怪我するな。なんで動くか知っとる？知らん。え、足、体幹のバランスよ。重心をどっちに動かすかで進んだりする。あ、そういうこと。そんなことは年取ってできるわけないやろ。脳神経でなんか普通に歩くんでこけるやん。シンクロできたよな、脳のなんとかとシンクロしたし。ああ、もうその人はね、寝たきりの人おらんなるから、やりたいことができるようになるってことやろ。うん、面白いな。そんなん考えてくれんかいね。まあ、そうなったら体がどんどんしょぼくなっていくやろね、筋肉の発達とかがなくなって。だからもう自動的に動くんやろ、うん、動くから、だから体はめっちゃしょぼくなって。あ、でもだけどそうか、そういうアンバランスになるから余計危ないか。そう、そう、まあ、動きたいけど、そんな足で動きたいって言ったらうりせつりせつりせつり。めっちゃ頭ええけどめっちゃ肥満みたいな人もおるやろな。若い子でもめっちゃうるさいな。まだ若いわ。腰で頑張れ。